はい、皆さんこんにちは、しなたんです。と今回はもう2月に終わってしまったんですけど、2月のお気に入りを紹介していこうと思います。ではレッツゴー。はい、というわけで早速紹介していきます。ちょっとね、出すの遅くなってしまって本当に申し訳ございません。はい、では紹介していきます。とまず1つ目がこちら、今つけているんですけど、こちらのハートのイヤリングとネックレスになります。これインスタグラムで見かけてゲットしたんですけど、もう本当に可愛くって、ちょっと最近私シルバーのアクセサリーにまたハマり出していて、でシルバーのアクセサリーの中でもちょっとゴツめのアクセサリーがすごく気になっていて、そう、それでめちゃめちゃドツボなデザインのイヤリングとネックレスを見つけてしまって、はい、こんな感じなんですけど、めちゃめちゃ可愛くないですか。このゴツさがね、すごい可愛いんですよね。でしかもハートっていうのでちょっと女の子らしさも出るし、ネックレスもね、お揃いで、お揃いな感じでハートになっているんですけど、これもチェーンのところがちょっとごつくなっていて、女の子らしくて可愛いんだけど、ちょっとかっこよさも入っているっていうのが私的にすごくドツボだったので、はい、これをお気に入りに入れました。めちゃめちゃ可愛くって、最近ほとんどって言っていいほどこのイヤリングとこのネックレスはつけています。この流れに続いて2つ目がこちらのリングになります。こんな感じのハートのリングなんですけど、これもなんかインスタとかライブとかでもこれつけてたら、あれ、それどこのですかっていう質問がめちゃめちゃ来ていて、でこれはラティスで購入しました。前にね、あの動画でラティスのイヤリングが安いって言って紹介したんですけど、そこと同じお店で購入しました。はい、これもすごくね可愛くて、またまたシルバーで、最近ほんとシルバーのアクセサリーにハマっているので、これはすごくお気に入りで、ほとんど毎日毎日つけています。そして3つ目がじゃん、こちらのジバンシーのオードモアゼルフローラルオーデトワレという香水になります。これはですね、名古屋のパッセで購入したんですけど、そこでなんか 50% オフかなんかで売っていて、元が8000円ぐらいしてしまうんですけど、私は4000円ぐらいでゲットしました。私今まで香水、あのザラの香水を使ったりとか、このね伊藤千秋ちゃんがプロデュースした香水を使っていたんですけど、そろそろちょっと新しい匂いにも挑戦したいなと思って探していたらこれを見つけて、このテスター、あの試して匂い嗅ぐやつを嗅いでみたらめっちゃいい匂いがして、なんかなんて言うんだろうな、すごい女の子らしい香りなんですけど、なんかそんなに甘すぎなくて、ちょっとねこの名前の通りフローラルな感じの匂いになっています。でもなんかちょっとフローラルって言ったらラベンダーとかローズとかそっち系の匂いを想像する方いらっしゃるかなと思うんですけど、ちょっとそれよりかはそんなに癖のない感じになっています。なんて言うんだろう、なんか本当に匂いを言葉で表すのが難しいんですけど、私この匂いが大好きで、まあ、ぜひ気になった方はちょっとこれ嗅いでみてみてください。本当におすすめです。でもこれ朝振って1日保つかって言われたら、うーんって感じなので、何回かつけ直すのは必要になってくるんですけど、でもすごくねいい匂いなのでとても気に入っています。最近はずっとこれを愛用しています。はい、そして4つ目がこちら、今つけてるリップになります。これはですね、メイベリンのカラーセンセーショナルリップスティックの RD643 番です。はい、これはだいぶ前にパウダーリップが登場したって言って、あの紹介したリップなんですけど、最近になってすごいお気に入りで、どんなメイクにでも合うし、私があのベストコスメで紹介したあのリンメルのロイヤルヴィンテージアイズのあのボルドーのアイシャドウがあったと思うんですけど、それとつけるとめちゃめちゃ可愛くってとても気に入っています。最近そのシャドウを使ってメイクをすることが多いので、まあ、自然とこのねリップも使うことが多くなるんですけど、ブラウン系のアイシャドウの時ももちろん合うし、結構割と何のアイシャドウでも合わせやすい色味なので、今つけてるんですけどこんな感じの色味なんですけど、すごい合わせやすいのでとても気に入っています。赤リップなんですけど、そんなにダークすぎず、めちゃめちゃパキッとした赤でもなくて、ちょうどいい感じの赤みだと思うので誰でもつけやすいかなという気がします。はい、で次でラストになるんですけど、ラストがじゃん、こちらのバッグになります。もうね、私本当にこういうデザインのバッグどんだけ持ってるんですかっていうぐらいあるんですけど、ショルダーバッグが本当に私大好きで、こういう感じのちょっとねシンプルなチェーンのショルダーバッグが最近気に入っています。これはまたまた最近ねずっと気に入って愛用しているグレールっていう通販サイトで購入しました。確か1800円ぐらいだったかな、そんぐらいで買えるので、お安いしとても気に入っています。でお安いのに結構作りもしっかりしているので、
すごく使いやすいです。ただちょっとねちっちゃいので、まあ財布はちっちゃいのを使わなきゃいけないんですけど、結構収納もできるし、ちょっと今こんな感じで物が入ってるんですけど、収納もできるし、ポッケもね前と後ろに2つついているのでとてもお気に入りです。はい、というわけでこんな感じで私の2月のお気に入りは以上になります。少しでも参考になれたらいいなと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録お待ちしております。ではバイバーイ。